ちは、マーチャンネルマッハです。今日はこちらですね。仮面ライダーゴースト&ゴーストアイコンボールです。これは食玩のあのボールだね。そうだね。なんかすごい柔らかいボールが入ってるみたいな、うんうん、ラムネが入ってるみたいなね。うん、ラムネが入ってる。どこにラムネ入ってるのかわかんないけどね。ラインナップはこちら。1番仮面ライダーゴースト俺魂、2番仮面ライダーゴーストニュートン魂、3番オレゴーストアイコン、4番ムサジゴーストアイコン、5番エジソンゴーストアイコン。以上の5種類ですね。そうだね。それで今回は5種類全部パパ買ってきました。うん。じゃあ開けちゃってみましょうか。はい、はい、はい。ソフトボールとしてもラムネ、いつものあの花形のラムネだ。うん。お、すごい本物そっくり。ちゃんと持ち具合もいいし、ほっと柔らかい。柔らかいね。うん、こっちはちょっと跳ねるね。あ、跳ねるじゃん。あ、かわいいかも。ジャンピングボールみたいなやつかな。うん、これが一番仮面ライダーゴースト俺魂ですね。そうだね。似てるかな。うん、ちょっと似てんね。うん、この角もちゃんとあるね。うん、うん、ひっくり返してみてくれる。後ろっかは真っ黒だね。うん、これフードかぶってんだ。ああ、そういうことか、うん、フードかぶってんのね。次はこれ2番仮面ライダーゴーストニュートン魂だね。ああ、そうだね、うん、これはまだ出てきてないから比較はつかないね。あ、そうだね。後ろのこの線がさ、あのダウンジャケットみたいな感じになってんだね。おお、確かニュートン魂ってそんな感じだもんね。うん、これもフードだね。うん、あと角もあります。これが3番俺ゴーストアイコン。あ、そうだね、うん、そしてこちらがデラックス版ですね。はい、今ちょっと変えるか。これだね。うん、大きさは近いね。うん、近いけどちょっとちっちゃいかな、この。そうだね。でもこっちはさ、ほら硬いくてさ、落とすとうるさいけど、これ落としても大丈夫だね。うん、こんな感じ。うん、うん、ああ、ちゃんとプリントされてんだ。うん、これが4番ムサシゴーストアイコンだね。そうだね。こちらもデラックス用意しましたけど、うん、うん、似てるね。うん、いいんじゃない。うん、うん、で上を見せましょうか。はい、やっぱ上はプリントされてるね。そうだね。最後に5番のエジソンゴーストアイコン。そうだね。こちらデラックスも用意しましたけど、これはかなり黄色だね。うん、うん、ああ、いいね。うん、じゃあさ、これ全部でさ、全部で跳ねてみる。あ、全部で跳ねてみて。うん、よいしょ。あ、行くよ、せーの。あれみたい、つむつむみたい。あ、なんかね、あ、なんかでも楽しい。楽しいね。あのね、優しい感じ、ポン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 ってね。あのさ、これいいのがさ、潰してもすぐ戻るって。あ、そうだよね。うん、そういうタイプだよね。これだとさ、あれだね、お外持ってってさ、激しく遊んでもいいし、うん、お風呂の中で遊んでも良さそうだね。うんうん、はい、ということで今回は仮面ライダーゴースト&ゴーストアイコンボールでした。